同性愛っていうのがバレると人格的に立派で有能な仕事をしてる人でも、いや、同性愛ってバレたらね、会社すぐクビだったの、その時代。子供を産まないの国策に反する、国賊である。ということ。まだね、それ、催眠術にかかったまま、解けてなかったのよ。全員、日本全国。ね。で、それで私、これは、戦う必要があると思ってて、ある決定的なことが起きたの。目の前で食ってるみたいなのに。ある、そのお店に来てたお客さんでね、いいお客さんだったんですよ。玉三郎さんを綺麗にしたような感じの人でね、おっとりしてて、困った人を見るとお金あげたくなる病気の人だったの。優しい人で。で、私たち、ほら、当時困ってたでしょ。で、それで、お小遣い、亡くなったらいらっしゃいって言われて。で、私、あるお屋敷だったんだけど、まだ電話かかってきたんで、じゃあみんなの分いただきに上がりますって言って、上がったのよ。そうした家族会議の真っ最中だったの。で、帰るんつったら、おい、お前もね、変態の片割れだろ、上がれっつって。で、私、しょうがないから上がって、で、廊下の隅に板張りに座らされて、こうやってたらね、ずらーっと家族が並んでて、由緒正しい、ほら、昔からの家柄だから、ずっといて、当主がいてね、で、こいつみたいな変態にはね、嫁もらわせた方がいいんだと。お前んとこに嫁いた、娘いたな、あれと、結婚させようとか、いろいろ言ってんの。そしたら、ずっと、うなだれてた、その人がね、この人はね、関係ないから返してくださいっていうのは私のこと。そしたら、いや、こいつに向いてもらう。って言われて、私しょうがないから行って。そしたらお手洗い行っていいですかってその人がいなくなって、そしたら逃げるんじゃないぞって言われたのに。で、それでその人に、待てど暮らせる帰ってこないのよ。で、それで、なんか、あ、やつ逃げたな、探せってね、広いお屋敷だったから、みんなバラバラ探しに行ったの。で、私霊感でね、この方まだお手洗いいらっしゃるんじゃないでしょうか。バカ、そんな長いと、臭いとこにいるもんかって言われて。また、念のためにお探しになった方が、つって。で、そしてみんなで行ったのよ。で、下がってたね。で、着物着ててね、もう目は半分飛び出してて、もう充血して真っ赤でね、鼻垂らしてね、口が、血泡を吹いて。で、そして、なんか、まあ、下はね、下の垂れ流しで。で、その無念そうな顔を見たときに、どんな思いをしたんだろう、この人はと思ったのね。悔しかったでしかないし、何悪いことしたっていうの？物を盗んだわけじゃない。人殺したわけでもないのよ。だからさっきの話じゃないけど、男も人間、女も人間。だったら人間が人間を愛してるって図式には変われないわけでしょ。何をしたっていうの？それで私、カーッと来ちゃったから、ざまみやがれって言ったの、そのじじいに。ね？てめえの息子を殺しやがってた。一生後悔するがいいや。てめえ覚えてやがれって言った。そしたら何、掴みかからんつうんだ。裸足で逃げ出して。それから一週間ずっと裸足のままで生活してた。靴買えなかったからね。で、その時に私は思ったの。これは戦うべきだと思ったのね。絶対戦ってやる。だから私は有名になった時に、恋人はどんな人が好きですかって言ったから、はい、六大学の、野球ができるくらい、ボーイフレンドがいますって。そんなこと言っちゃダメですよ。ね、ホモの人いる、ホモセクシャルの人いるけども、みんな隠していらっしゃる。じゃないと抹殺されますよって言われたの。そして、私の歌がそんなことで抹殺されるような歌だったら抹殺されて結構です。で、それで書いたのよ。街歩いてるとね、変態、化け物、石は飛んでくる。で、そしてもう、砂は投げつけられる。一緒に歩いてくれ。ホモセクシャルの人も私と一緒に歩かないんだから。バレるから。私、今ね、イコちゃんとかね、カリアズキちゃん、皆さんで活躍って、もうすっごい嬉しいのね。考えくるよ、なんだけどね。二人許さない。だって、オカマという差別語を払拭させるために私は今まで戦ってきたわけですよ。自分の商売のために、私たちどうせオカマはオカマって。自分たちがね、卑下される分にはいいの。だけど、小学校、中学校でね、ちょっと女っぽいことは、ね、ちょっと同性愛の子がいるとする。それまでお釜を釜っていじめられることになるのよ、また。また元へ戻っちゃうの。バカ者が来るの。ね、あんなもん消えちまえばいいと思ったら腹が立つから。いや、私は絶縁してますからね。もう、一切もう、昔はね、招待状を出して、芝居も、コンサートにも来てましたけど、一切私はもう来させないし、おかまおかまってそっちばかりうろうとするんだ。そうでしょ？
いやしいですよ、根性が。いや、もう隠れてる人たちやないかもいっぱいいるしね。だからね、何のね、犯罪を犯したわけでもないんですよ。何の恥じることもない。同性愛っていうのはね、まだ自然じゃないとかね、自然に反してるとかね、変態だとかね、変種だとかね、いろんな気持ち悪いだとかいろいろおっしゃるんだけど、じゃあ、そういった人たちがね、どれほどまともなのかっていう、そういうふうなことのね、思考が足りない人たちが、そういうことを言うんですね。で、私ね、とにかく小さい頃からね、長崎にいまして、15までいたんですけども、で、その間はね、一度として差別を受けたことがないし、で、よく上級生や何かにね、プロポーズされて、その辺がめちゃくちゃね、イケメンの方々たちだったり、で、二人で、並んで学校、登校下校しておりましてもね、隣の学校の女学生なんかはね、あら、二人お似合いね、とかね、B なね、二人とかね、二人綺麗じゃないって、肯定的なね、ことで、いろいろ噂されてもね、悪口言われたことってないんですね。東京へ出てきて初めてね、とにかく秘密クラブみたいなのが出て、とにかく、そのお店へ出入りしたっていうだけでね、会社にバレるとね、来月から出社に及ばず、事例が来ちゃって、それめちゃくちゃなことが、それでね、今首にしてたらね、人権問題で大変なことになりますでしょ。で、それでね、横浜のね、ある公園で首って亡くなったんですけどね、そういう方やね、もう何人も何人もいて、で、そして、同性愛だと思うことがバレてね、親戚同士で、品物のね、いろいろと、おろしたり、おろされたりっていうことをやってて、で、そういうね、変態のうちにはね、うちは、取引できないって言うんで、取引停止されちゃって、そして、行き詰まっちゃって、一家心中なしたの、お家もあったんですね。私はそれ見ててね、これはね、戦わなきゃいけないと思った。その人たちのためにね。で、それでね、歴史を調べるとね、とにかく、平安の昔から、お稚児さんがいたりね、もう各いろんな大名は何かね、それぞれ愛人がいたんですよね。お小姓で。で、それで家光がそうだったわけで、春日の局がそこですごく苦労したっていう話とかね。もうそういう話は枚挙にいとまがないんですよ。だから昔からね、そういうものを全部調べて知識があったらね、当たり前のことで、自然じゃないとおっしゃるけれども、とにかく自然の法則なんですよ。ということは、バラもあれば、キキョウもあって、オミナイシもあって、花もいろいろ。で、とにかく動植物も昆虫だって、数が限りないぐらいいろいろ。人間の社会だけはどうしてね、一種類じゃなきゃいけないんです。それよりも百花繚乱で、お互いに共存共栄する。だからこれが自然の法則だから、人間だって多種多様あって当たり前。自分と性的思考が違うとか、まあ、容姿予防が違うとか、肌の色が違うか。で、それでね、非難したり、そういうものが存在しちゃいけないと。もう傲慢以外の何もない。傲慢はどこからけど、無知なんですよ。うん。だから自分の無知を恥じることもさえしてもね、人は非難する資格はない。やっぱりそういうことはね、考えてから物を言うようにした方がいいと思いますよね。私はだからそれと戦い続けてきまして、今はね、まあ日本の場合は、だいぶ雪解けにはなってまいりましたね。